はい、じゃあね、今日も始まりました。よろしくお願いします。8月6日ですね。今日一番話したい話は、楽天ポイントと税金について、マジですかみたいなことは、ちょっと昨日、税務署と電話して、ちょっと判明したので、よくよく調べるとね、税務署のホームページ書いてるんですよ。楽天ポイントでどんだけ税金かかるかってね。下手したら、みんな確定申告しなくていいんじゃないかっていうぐらい、ちょっと衝撃を受けたんで、それをまず話そうかなと思うのと、大体今日のお得率は 12% 前後ですね、みたいな感じと、コメントね、お返ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あれはビビったよね。話しててさ、クエスチョンマーク出たもんね。そうよ、そうよ。正直、いい意味でビビったわ。きっかけはね、この KK さんのコメントですね。KK さん、1500人突破おめでとうございます。いつも楽しく拝見します。ありがとうございます。自分がね、1500人も見て、登録してもらえないと思えなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。先生のおっしゃる通りやりましたら簡単に利益が出てびっくりしてます。いや、ほんと簡単に利益出ちゃうんですよ、これ。僕自身びっくりしてますからね。世の中こんな世界があるのかと。ただ、これは楽天ポイントが利益になってると思います。確定申告が必要なのはわかるんですが、ポイントについても申告する必要がありますでしょうか。単純に現金だと赤字になると。で、ね、これ僕思ったんですよ。ポイントって、確定申告になりますよ、そりゃ、と思ったんですよね。だから一応いつも通り、税理士もなってるっていうし、そうだけど、どうせだから大元の税務署に電話しようかなと思ったんですよね。そしたら、税務署に電話したんですよ。そしたらこんな感じでしたね。一応ね、ツイッターでメモ取ったんですけど、楽天ポイントって税金かかんですかって聞いたんですよ。そしたら、どういう時ですかって言われて、例えば楽天市場で買った時に 20% ポイントついたりして、みたいな話したら、買った時点のそのポイントについては、税金かかりませんよと。で、次回ポイントを利用して、事業目的に転売しようとか、そういう時は、利益が出た利益分に税金かかると。例えば4万円買って1万2000ポイント 30% のディールとかでね、ポイントバックあるじゃないですか。で、それを3万6000円で売るときは現金がマイナス4000円ということで、これは別に税金かかんないです。むしろマイナスだからね。で、次回に同じ商品を1万2000ポイント使って、2万8000まで値引きして、で、36000で売ると8000利益出るじゃないですか。で、8000を上の赤字と補填して、差し引き4000円に、ちゃんとこれをね、帳簿つけて確定申告したら、この4000円に税金がかかるということみたいですね。で、これを聞いて、一回電話切ったんですけど、じゃあ、ポイント獲得して、現金の利益にポイントがつくんだ、ポイントっていうか税金かかるんだったら、自己商品の時ってどうなの？例えばガソリンで使った時とか、あとは、例えばね、楽天ペイで牛丼た時とかね、そういう時って別に転売用とか事業用じゃないじゃないですか。で、そういう時ってどうなのかなと思って、もう一回電話したんですよね、この時にね。だからね、地元の市役所にで、地元の税務署に電話すると、ナビダイヤルでお届けしますみたいなやつ出てきて、1番、2番、3番、4番みたいな。で、税金の相談は1番にしてくださいって言うと、電話相談センターみたいな。で、かかるんですよ。で、その時に、もう一回電話した時に、楽天ポイントの自己商品に税金かかないんですか？聞いた。そしたら、年間90万ポイントまでは税金かかりませんと。計算式としては年間90万ポイントを一時所得の50万引いて、で、40万をこう2で割って20万以上、控除される、20万以上儲かるんだったら税金かかりますと。で、住民税などは住んでる地域でかかりますので聞いてみてください。で、これ僕ね、僕の住んでる地域で、聞いてみたんですね。お姉さんにね。それちょっと次見つけますけど、簡単に言うとこれって年間90万ポイント、月々7万5000ポイント換算ぐらいまで使っても、税金かかんないってことなんですよね。だから、楽天ポイントの、指定申告いらないんじゃないか説が出てきたんですね、これね。そんで、市役所に電話したんですよ。だから税務署にね、言われたんですけど、年間90万ポイントだと住民税に変化あるか、市役所に聞いてくれって言われたんですよね、みたいな電話したら、お姉さんは、何ですかそれみたいな言われて、今までこういう問い合わせないんですかって聞いたらね、今まで一回もないです、ここに問い合わせたことは、ちょっと調べます、みたいな。で、あちらで調べてくれて、プラス、税務署にも聞いてみたいで、基本的に商品のお値引きということで、税金申告の必要はありませんという感じみたいですね。で、よくよく調べると、これね、ネット上にも、文言で出てんですよ。これナンバー1907、これ国税庁のタックスアンサーですね。問題というか質問。私はドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは次回以降の買い物際に1ポイント1円に換算して、決済できるので、値引きや景品との交換です。その後、そのポイント商品購入の際に、楽天ポイントみたいなもんですよね。私が取得したポイント、使用したポイントについて、所得税の確定申告が必要になりますが、原則として確定申告する必要はありません。その説明としては、商品購入に対する通常の取引を受ける、値引きを受けたことにより、経済的利益に関しては原則として課税対象となる経済的利益によく該当しないものとしては取り扱っています。一般的に企業を発行するポイントのうち、決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては、通常の取引、別にね、なんか商売じゃないですよ。普通の取引のおける値引きと同様の行為が行われると考えておられますので、こうしたポイントの取得、または使用については課税対象となる。だから楽天ペイとかで、牛丼とか買ったって、ただの値引きっていう判断で、申告いらないですよってことなんですね、これね。これはおっちゃんとも喋りましたけど、税務署の。やっぱそういうことみたい。で、注意なんですけど、下のところにね。ですね。ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなど、臨時偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引と値引きと同様の行為が行われると考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を、年分の一時所得の金額の計算と、その収入金額に算出しますと。で、この一時所得の、もしなるとしたらどうなのみたいなところなんですが、ちょっと待ってね、これを、詳しく言うと、もう、また別のページが必要なんですよね。まあ、その下にある文面、いろいろ書いてるんですけども、ポイントをね、使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法によって、所得金額を計算、最悪ね、自分で使って値引きって範囲だったら確定申告いらなくて、でも大量に使って一時所得としてね、計算する場合は、一時所得の計算方法をやってくださいっていう風な話ですね。で、その計算方法なんですけど、一時所得の計算方法が、念頭に載ってるんですけど、総収入金額、収入を得るために利用した費用、引く一時所得の特別控除50万。ということは、これは50万でね。で、かける2分の1っていうのは、もうなんかそういう仕組みらしいですよ。かける2分の1。で、これで、年末調整するサラリーマンで、この値が20万以下であれば確定申告の必要はありませんというふうになってんですよね。だから結論から言うと、楽天ポイント90万まで年間自己消費的なもの、あとは値引き的なもの。値引き的なものはポイント、確定取り、手取りじゃないか。値引き的なものだったら別に申告いらないですけど、ポイントを一時所得として計上する場合でも、年間90万ポイントはポイント使えますよ。というところで、90万って結構みんな使わないよね、そんなね。下手したら、人によっては全然確定申告しなくていいかも。というところで、これだけちょっと今日共有したかったんですよね。だから、KK さんにはね、ちょっと気づきを与えていただいてどうもありがとう。多分これみんな知らないんじゃないかな、あんまり。僕ですら知らないから。なので、意外といけるかもね。申告なしでね。という話でした。ちょっと長かったですけど。じゃあ本題いきます。そうそう。ツイッターのリアクションね、ちょっと載っけておきますね。米株エクセルハイフマンさん。ただいかんせん税務署も担当者や時々で言うこと変わるんですよね。記録残してあの時にこう言ってたじゃんが聞かないこともありますよ。余裕持って。だからこれ経験者なんでしょうね。だから、こうやってね、楽天ポイントこうやって載ってましたけど、みたいなこともあるのかわかんないですけど、絶対じゃないってところをちょっとね、忠告してくれた方いたので、ありがとうございます。フリフリ男さん、ポイント値引き後の金額を仕入れ代金として記帳しないと脱税になりますが、この視点では大丈夫ですかっていうことで、ちゃんとね、記帳していただけたら脱税にならないと思いますので、大丈夫だと思います。KOBK さん、マジか。これすごい。そうだよね。僕も知らなかったもんね、これ。ポイント含め20万ポイントの自己消費。20万じゃないんですよ。一時所得として計算したの20万だから90万なんです、これ。わかんないよね。昨日ね、たまたま知り合いの税理士とも話したんですけど、これ知ってる、こういうもんなのって言ったら、そうっすよって言われて、これポイント、楽天ポイントそもそも税金かかるってこと知らないし、しかもこの一時所得で計算するって人多分誰も知らないんじゃないですかねって言ってましたね。いや、結構知らないんじゃないかな。星さん、国税庁のホームページの所得税のタックスアンサーナンバー1907。個人が企業発行ポイントっていうのさっきやったやつね。なので、よう分かってる人は分かってんだね。ということで、知識は力ですね。はい、じゃあ、ここから通常営業戻ります。楽天イングレスおめでとうございます。勝ったら倍。ありがたいですね。この木曜日に。でかいっすよ。いいですね。みんなエントリーしておいてくださいね。いや、いいですね。やっぱ勝ってくれて。ソフトバンクに相性いいね。イーグルスね。ゴーゴーゴーって感じですね。じゃあね、今日のランキングいきますね。で、想定の森から下行くと、12.9 から 12.3% でね、ざっくり。で、ギーガーがめちゃくちゃレビュー悪いんですよね。で、ウィンクデジタルもレビュー悪いから、ウィンクデジタルとニューライフは、傷、へこみ、シュリンク破れが嫌な人はスルーしていいんじゃないかな。で、コメント欄にもうちょっと20位までやってくださいっていう意見があったんで、お買い物マラソン中だけでも。なので、ちょっとね、次回ぐらいから、検討しようかなと思います。結構これ作るの、いろいろ毎回レビュー見てチェックしてるから、なかなか労力でね、10位ぐらいで結構ヒーヒー言ってるんですけど、まあでもね、お客様の要望、視聴者さんの要望に応えられたいなと思うんで、少しちょっと取り組みしてみますんで、お待ちを。よろしくお願いします。ということで、ここら辺を仕入れるべき。で、まあ他のやつね、一通り見てますけど、まあ注意点としては、一番上の、TE710KW。これね、買取引が3万1000円から3万円に、買取金額微妙に下げてきてますね。あとはリファ。下の黄色のやつ、ペック L1706 っていうの、リファが、1万円で買い取りだったのに9500円に買い取り下げてるから、いや、まさか見られてないよね、これね。多分みんな買ってるから入れたんだよね。ということで、こんな感じで買い取り引きは、ボリュームが少ない商品は、簡単に需要と供給で値段が下げられるので、まあ、そこは気をつけましょう。だから、お得率高いもん買っとかないと、下がった時にガクンと落ちちゃうから、だから個人的にはね、お得率で勝負していきたいなと思ってますね。こういう理由でね。はい、これは買い取り率いですけど、とうとうスイッチ動物の森は4万1000円から4万2000円に持ち直してきましたね。あとはスイッチ電話、無駄に100円増の3万5100円に。で、あとはスイッチグレーが500円アップ。の 34,500 円ということで、33,000 円底値にしてから少しずつ上がってきましたね。なんかみんな上がってきたね。で、スイッチライトイエローも500円アップの 26,500 円。ザシエン変わらず 27,000 円。で、スイッチライトコーラル 23,000 円で、リングフィットが100円増の 16,000 円ということで、なんか底堅い感じがしますね。木曜日上がんのかな？木曜日。どうなんだろう。傾向をつかめれば面白いですけど、なんか底打ちした感がありますけど。はい、今日の転売クエスト情報ですけど、8月6日の9時、今日の9時、店頭でやるのかな？ナイキの WMNS エアジョーダン1。まあ、赤い靴っすね。これ 19,250 円で売るんですけど、ストップス、スニーカーのサイト？スニーカーの実売サイトは4万なんですって。で、試しに、例えばフリマで売るとして、手数料 4,000 円の送料 700 円のってやってると利益 16,510 円でお得率 83.4% 出ると。段違いにすごいですね、スニーカーね。あ、買えればいい。多分いっぱいいるんじゃないかな。今、ナイキの店頭の前にね。で、8月7日にニューバランスのジョウンドが出るんで、M99 にね。まあ、これも転売クエスト見て、チェックしてみてください。まあ、一応昨日ね、コメント欄で盛り上がったんですけど、古物商いるのかなみたいな。で、大体、まあ、こういう、まあ、新品だから、どうなのかな、まあ、扱いがわかんないですけど、心配だったらもう古物商は取っといていいんじゃない ?19,200 円でしたっけ確か。あ、19,200 円、19,000 ちょっとでしたっけ刑務所に2、3回往復すれば、まあ、数週間で取れるっていう話なんで、まあこういうのをやるときに不安な人はもうやっぱ古物商を取っといた方がいいみたいですね。ということでコメント開始します。またちょっと KK さんに戻りますけど、KK さんのね、こういう質問で、まあ自分がまあ税務署に電話するきっかけになったんで、すごいありがたいなと思ってますね。だからまあ結論から言うと KK さんが年間90万ポイントまで自己消費で使わない、その中だったら多分、税務署の話だといらないですよって。例えば事業目的に、その楽天ポイントで値引きした後、その差額の現金の利益に関しては、まあちゃんと事業として申告してくださいっていうことだったので、まあそういうことみたいです。ポイントについては、そういう形で、おおむねほぼ申告する必要ないみたいですね。ちょっと自分でもね、調べてみてください。税務署に電話したり、あとはさっきのタックスなアンサー1907番見てみたりとかね。で、安崎さん、つい昨日の動画にありました。答えていただいてありがとうございます。で、昨日の動画で上がって、まあ僕もそうかなと思って、まあ直接僕が税務署と話した内容なんでね、別にいいと思うんですけどね。別に、アドバイスではないです。僕がただ税務署と話した内容だから、多分大丈夫なんじゃないかな。エースさん、KK さん、ポイントは20万超えると申請が、そうそう。この20万中のが、僕らの認識としては、普通のポイント20万だと思ってたのが、一時所得としての計算後の20万だから、結局ポイント換算だと90万ということで、ちょっとこれあんましみんな知らないっしょね。知ってんのかね。税理士で楽天ポイントとか調べてもこれあんま出てこないぞっていう感じですね。もう税務署のおっちゃんは、当然ですよ、90万ですよ、みたいな感じで、もうなんか、サクッと計算してます。計算っていうかもう、当たり前ですけどね、ポイントは、みたいな感じで喋ってましたけどね。KK さん、KK さんいいんです、いいんですよ。こういう質問ね、すごい勉強になるんで、気にせずにどんどん質問してください。安崎さん、スニーカーズは昔からやってる、やるね。ベテランじゃないですか、安テクさん。はっきり言って売れる商品は本当に利益率高いです。一番大きなスニーカー市場ナイキ。2番目大きなスニーカー市場ナイキの中古販売。だから古物商取っといた方がいいんだよね、こういうのね。ジョーダンやコラボダンがコアなファンが多いので特におすすめです。ちなみに僕も、リミテッドのスニーカーたくさん、だから結構持ってるでしょ。安テクさん。ちょっと、スニーカー情報出してくださいよ。お願いします。なるほどね。やっぱいるね。スニーカーメンバーいますね。ここの、チャンネルコミュニティに。うん、いいね。7個もついてるしね。いるね。アメノドさん。のど飴じゃないんだね。アメノドさんなんだね。いちゃんさん、チャンネル登録1500人の突破もです。ありがとうございます。本当嬉しいですよ。もう最近全然なんか登録者数とか気にしないで投稿してて。まあ、なんか今いる人だけ分かればいいやみたいな感じになってるんで、あんま全然最近気にしてないんですけど、でも嬉しいですよ。私も早速、スニーカーズや、電話リクエスト見てスニーカーの応募して、あ、やりましょう。僕ももうね、今やりまくってますよ。今ね、スニーカーズの通知をもらうみたいなもう全部登録したわ。だからもうとにかくやってみる。めちゃくちゃ利益率高いね、これ。やばいっすよね。いちゃんさん、いや特にくんくんさん素晴らしい情報ありがとうございましたですね。ありがとうございます。スニーカー、くんくんさん、スニーカー一撃あるのでいい結果が出るといいですね、ということで。後でね、コメント見ますけど、くんくんさんは以前ガチ勢だったみたいですね。A さん、スニーカーは昔から人気ですね。スニーカーセドリやっぱり古物商いるのかな？これ僕もね、知りたい。やすさん、A さんこんにちは。スニーカーセドリを未経験の教室ですがいると思いますと。なるほど。これもね、なんか警察署とか聞いてみたいですけど、警察署だってね、本庁と所轄の意見違ったりするからね。しかも本庁なんか人によっては、なんか古物商の取り扱いしかお受けできませんという人もいれば、相談乗ってくれる人もいれば、バラバラだから、まあね、安くさん、メルカリで新品のまま領収書の個人情報だけ抜き出して上手などうなんですかね。どうなんだろうね。多分一度渡った時点で中古扱いになるかと。ということで、古物商は取っといていいんじゃ、僕まだ取ってないけど、ちょっとスニーカーゲットした後に行こうかな。取っといた方がいいみたいですね。古物商の取り方みたいなのもちょっとどっかでやりたいですね。自分で、取得したらちょっとあげようかなと思います。リリーレオ2さん。もうリリーって僕すごいお世話になってるインスリンメーカーなんですけど、そのリリーさんかな。もうそれだったらね、コロナの抗体も今、第3フェーズに入ってるんで、ぜひぜひ作ってくれたら嬉しいな。全然違ったらごめんね。ただのゆりって意味だったらすいませんね。はじめまして、いつも参考にさせてもらってます。最近のシュリンク状況報告です。ありがとうございます。シンクとライフね。ニューライフの話ですね。AirPods は良かったと。おー、いいね。アップライド最近ちょっと弱いよね。少し、ね。でも減額1000円は大体そんなもんですよ。とても気分な感じ。なんかね、その人の、じゃあこれは1000円だね。みたいな感じだよね。で、過去凹み、減額なし、正面シュリンク、穴減額なしってこと、いろいろで、そうなんですよね。いろいろでもこういう情報ありがとうございます。明らかにやばいやつはみんなに共有したいんでね。D バイル払いは、D ポイント投資のため D カードを使って、D カード、D 払い、D ポイント、ちょっとまだ僕の、あれですね、守備範囲外だから、ここ、なんかおすすめいます？この動画見たら D 払い強い、わかりますよ、みたいな、D ポイントわかりますよ、みたいな、あればね、教えてもらいたいですね。うん、まあ自分で勉強しようって話だけどね、ありがとうございます。情報提供助かります。リーマンチャンネルさん、いつもの情報ありがとうございます。いやね、リーマンさんってもう最初の頃に登録してくれてね、見てくれるんですね。嬉しいですね。リーマンさんも、YouTube やってるんでね、興味あったら見てあげてください。なんか僕が有益というよりは、なんかもうコメント欄の人たちがすごすぎてね、もうそっちは有益っすよね。僕あんまり大したことないです。山本真紀さん、いつも拝見してる人、ごめんなさいね、YouTube のシリーズどっかでやろうと思ってるんで、お待ちくださいね。なかなか毎日新しい情報いっぱい入ってくるから、なかなか手がかからないですけど、マラソン終わったらちょっとやって暇なんじゃないかな。ちょっとそんな感じでね。ドクターの方々どんな健康に気にかけてる情報とかいただけると嬉しいです。いちゃんさんがどんなサプリ飲んでるとか、アジル意味なくて飲んでないとか、どんな食品を頼りにしてるとか、この商品を食べないようにしてるとか、シリーズ化してくださると嬉しいです。どうかよろしくお願いします。コロナでうつ気味な人とか会社にいるので心配ですということですね。まあ一応ね、僕らね、健康食品は基本信じてないんで、健康食品はあんまりやってないかな。ビタミン D ぐらいかな。ビタミン D の、骨粗鬆症の人とかの、ビタミン D 欠乏は、天然サプリがありますけど、それ以外に、多分健康食品手出す人って多分医者の中であんまりいないんじゃないですか。勧めてる人は怪しいと思いますよ。健康食品。青汁とかそういうことに関してはどっちかというとね、栄養素で捉えるんで、普通に3食食ってればいいでしょっていうのは大体の医者の意見だ。なんでかっていうと、健康食品って、テストしてないんですよ。何万人ものデータを使って、で、僕らの医者の世界って、お薬とか使うときに、普通の人たち、そう、ある程度の集団を集めて、で、ただ5000人、5000人とかに分けて、厳密にすごい群分け、人を、集団を均一にするように分けて、で、それでお薬を入れて、で、片方お薬と同じような錠剤を飲ませて、それで、統計学的に優位な差が出たものが薬になってるんですよ。なので僕らって、どっちかというと健康食品よりも、これだけ、いろんな人で試されてる薬がめちゃくちゃいいってこと知ってるんで、僕ら結構薬飲んじゃいますね。サプリなんかより、すごい安いし、7割引きで買えるし、みたいな。なので、どっちかというとね、サプリとか飲んでるような人とかは、怪しいなってみんな思ってる。多分健康食品とか、もう血圧上がったらもう、塩を減らして、血圧の薬いけてるの飲もうぜ、みたいな。あとは、もう胃が荒れてたらね、あんまり胃酸強いものを出さないようにして、あと、胃薬飲んじゃおうぜ、みたいな。結構薬に頼っちゃいますね。なんでかっていうと、薬って何万人もの人たちの礎の元に成り立ってるから。なのでね、コロナでうつ気味な人とか、もし心配だったら、気軽にね、病院来てもらって、健康状態のチェックとかね、すればいいと思いますよ。一番僕がね、おすすめするのは、専門だからなんですけど、一回ね、体の状態のチェックですね。腎臓、肝臓、心臓、あとはおしっこ。そこら辺がどうなってるのかなってところと、精神的になんか落ち込みとかあるんだったら、うつ状態とかなってないかな、あと脳みその中大丈夫かなとか、そういうところをドクターと相談しながらやっていくのが、個人的にはおすすめ。なんか医者っぽくて申し訳ないですけど、結論から言うと、健康食品とか、なんか健康のために飲んでるやつは別にいらなくて、普通の食生活してください。3食、ご飯と味噌汁とおかずと、野菜と、水分をちゃんと取るとか。もうそんなんでいいです。特別なことしなくていいから。そんなんでいい。皆さん毎度どうもです。いや、こちらこそ、本当いつもありがとうございます。有益情報としては、もう本当有益情報ですよ。安さんの情報はね。リファ私も先日買いました。買い回り、いいですよね。12,800 という、ちょうどいいですよね。税金や社会保障保険などなど私も苦手です。ということで。なんであんなに分かりにくい表現を覚えづらい名前になるんだろう。ここも、憤りを覚えますね、僕もね。フィナンシャルプランナー3級の試験申し込む。頑張って、朝頑張って。プログラムを動けばいいの楽しいですよね。私も Python を勉強しようとして。なんかもう似たような感じですね、そこら辺はね。スマホ出て間もない頃にアプリ使って遊んだら全くゼロからでありません。やってみてくださいよ。もうフィナンシャルプランナーの勉強ね、苦手科目のいい勉強法。いや、これね、ないでしょ。基本、もうだって、必要に差し迫んないとやらないからね、人間は。だからぶっちゃけフィナンシャルプランナーいりますって感じですけどね。なんかそれでなんか仕事するならあれですけど、多分ね、なくてもね、生活困んないんじゃないかな。そうなってくるとやんなくなるよね。苦手科目が本当に人生においているのかってとこからですかね。いらないかもしれない。なんかむしろ結構だんだん年取ってくると、もう必要なもんだけやればいいかなって思っちゃいますね。ごめん、なんか全然回答になってないけど、苦手科目。例えば受験勉強とかで苦手だったら2つの選択肢があって、その苦手科目を、入れてない学校に行くか、もう苦手だったら、もうそれを集中的に教えてくれるいい予備校に行くか、いい参考書をやるか、もうそれしかないんじゃないですかね。なんか学校自体を考えると。ただ大人になって思うのは、苦手なものは得意な人に任せればいいっていうふうに個人的には思ってるんで、いや、やすさん無理しなくていいと思いますよ。やすさんの得意分野、伸ばせばいいと思いますね。ゆうたさん、いつもありがとうございます。いや、こちらこそね、いや、このね、コメント見て僕書いてる域にもう一回値段チェックしに行ったら、下げてんだよね、1,000円ね。いや、奴らも商売ですからね。いや、しょうがないでしょうね。さすがにこの動画見てないと思うけど、需要と供給のバランスで、やっぱりみんな買ったんだろうね。今回ね。ということで、いいコメントありがとうございます。よしこさん、こんにちは。どうも、こんにちは。アルペン早押し説明でした。結構アクティブだよね、うじこさんね。やるね。リファ買えたからよしとしましょう。ですね。リファ箱でかいんだ。ちょっと俺僕初めて買うからわかんないね。あれで顔コロコロしたらシワ伸びるんですかね。いやー、伸びんのかなー。なんか店頭のお姉さんで一回喋ったことありますけど、もうめちゃくちゃセールストークしてきますけどね。これは素晴らしいもので、みたいな感じでね。エースさん、うじこさん、リファ持ってますが、毎日欠かさずやれば効果あると思います。毎日やればですが。てか、エースさんもやってんだ、リファ。すごいね。だって男の子でしょ？男の人でしょ？美意識高いね。エースさん意識高い。ズボラの私には回答にやり流すくらいが。僕ね、ちょっと氏子さんよりですね。ズボラ系なんで。そっちだね。HB さんもお疲れ様です。こちらこそはお疲れ様です。ライブはお疲れ様でした。ありがとうございます。今回のマラソンは乗り遅れ、いや、ゆっくりでいいんじゃないですかね、別にね。ブックスでスイッチネオングレー1台ずつ。いいじゃない。とか、最強じゃないそれ。だってスイッチネオンを定価プラス、ポイント分あれでしょキャッシュバックでしょめちゃくちゃでかいじゃん。相場下がってますが、持ち出しない日なのでメンタルギル。そりゃそうでしょう。あとはエアポで終わりが十分でしょう。十分でしょう。俺それ変えたことないんですよね。そのブックスのリアルタイムのスイッチネオンとか。あれ変えない。なんかもう通知出た瞬間終わってるしね。やるなぁ。なんかもしね、こうやって買うとなんか買いやすいですよ、みたいな。コツがあればもしコメントいただけたらすげえ嬉しいっす。ペプタンさん、久しぶりに動物の森の1000円。ね、上げてましたね。やっと4万2000円。5万1000円の時点で持ってたのですが、他のとねえ、じゃあそっからじゃあ今9000落ちでしょ。超凹んでんじゃん、それ。で、さらに追加で1店舗で抽選予約してましたということでね。まあ抽選予約は大丈夫か。知ってる方もいると思いますが、店舗購入の際のお得情報の共有です。ありがとうございます。いつもね、店舗でスイッチ等の商品を購入の場合、LINEPay ビザカードがめちゃくちゃお得です。LINEPay ビザカードは 3% 還元のビザカード。かつクーポンクーポンもあるんだ。ビッグカメラ 5%、ゲオ 10%、上限2000オフのクーパンが毎月配られんの？原価マイナス2000円プラス、これめっちゃでかくない？これ。値崩れしても負けることはほぼありません。すごっ。ちなみに 3% は来年の4月までと言われてますが、一定額以上使うと 3% キープできるので、楽天以外の背取りでは確実に。すごいね、これね。2000オフプラス 3% もらえんだ。これ商品によってでかくないですか、これ。へー、すごいね。ちょっと僕も申し込もうかな。ちょっとやってみますね。LINEPay ビザカードね。ちょっと調べてみよう。貴重な情報ありがとうございます。アメンさん、超初歩的な質問、ウェルカムですよ。やっぱりプライベートとセドリュートで銀行口座分けた方がいいですかね。楽天銀行の口座はセドリューにした方がいいですかね。まあ、そもそもなんか僕の今日の取材に戻るんですけど、90万ポイント使うかっていうところなんですよね。年間ね。まあ、あとは事業用でどれぐらい稼ぐか。事業用で、65万ぐらい、利益出せるかどうかって。で、楽天ポイントせどりで、現金利益だけで、65万の利益出すって相当むずいと思うんですよ。ポイントだけだったら別に自己消費用でね、確定申告いるのかってところが、まずそもそも、人によって違うと思うんですけどね。まあ一応、プライベートとセドリュートで分けた方がいいかって言われると分けた方がいいと思います。なぜなら、今後ね、事業が大きくなって、決算を分けるときに分けてた方が整理しやすいと。ただ税理士的にはあれみたいですね。カードが増えれば増えるほど、税理士代金が増えると。で、自分で管理するんだったら、分けてた方がね、分かりやすいかなと思いますね。S さん、僕は分けてません。僕も分けてないです、実は。分けた方が楽なんですよ。楽天銀行は確か買取業者とかの利益とかが多いと、事業用で使ってると認定されて赤番の数ありますので。あ、そうなんだね。あえて複数の銀行を使ってますと。確かにね。まあ、確かにそりゃそうだな。S さん、丁寧な説明ありがとうございます。では、楽天銀行以外でセドリ用の口座を作ろうと思います。ということで。まあ、それは一つありですね。それはありですね。楽天銀行に大量の、アマゾンとかの入金とか絶対やめた方がいいですよね、楽天銀行で。そう、大量入金、大量出金とかあったりすると、赤番食らう可能性結構あるらしいんで、それはやめた方がいいですね。楽天ポイントせどりぐらいの程度の、まあ、月4、50万の出入りだったら問題ないと思いますけどね。だから複数アカウントとかもやめた方がいいね。うん。安崎さん、うがいについての試験法に関してですが、口内のウイルスがなくなるというのは理解できます。体内から、ウイルス耐性が、というのは風呂敷、おっしゃる通りだと思いますよ。多分ね、だって、うがいしたらね、口の中のウイルス減るしね。で、しかも消毒液でしょ。それは減るでしょ。じゃあ実際にそれが重症化率とか、あとは次のね、感染予防につながるかとか、そういう試験データないんじゃないかな。今んとこ詳細なデータわかんないですよね。すごいいいデータだったら、かなりでかい雑誌に載ると思いますけど、僕らの世界でまだ出回ってきてないです。感染症の専門チームもうちの病院にいるんですけど、この情報に関しては全く、出回ってきてないし、あんまり参考にもしてないし、じゃあイソジン使いましょうとかにもなってないし、だからあんまり、科学的に証明されてないかなって感じですね。直感的だし、直感的に思ってることは多分正しいと思いますよ。で、データが出てきたらね、それに従えばいいんですけど、まあ、データもしっかりサンプルが何人いるかとかね。そこら辺もしっかりデータが欲しいんで、早まったなって感じですね、あれはね。で、変に転売ヤーが動いただけでしょ。しかもその転売ヤーも損するしね。なんかいまいち、科学的じゃない動き方してるなって感じですね。僕の印象としてはね。まあ、水うがいでいいと思いますけどね。ブランチョンさん、スニーカーといえばエアマックス、今も販売してますが、昔は人気すごかったですよね。めちゃくちゃすごかったですね、昔ね。確か中学生だった記憶があればね、トレーラーは危ない。そう、くんくんさんにバレてますよ。40歳前後でしょってことだね。いや、もうちょっと若いよね。30中盤ぐらいかな。ベランチョンさんね。いや、イケメンです。ベランチョンさんでイケメンの人ですね。なかなかいい腕持ってますよ。とりあえずアプリ登録しました。いやー、もうね、通知オンにしときましょう、これはね。クエストを見ながら勉強しますってことでね。いいと思いますよ。なんかリスクないしね。いや、いいと思いますよ。いや、エアマックスか。ちょっとスニーカー文化にまだ慣れてないから、ちょっとスニーカー仕入れで勉強したいなと思いますね。皆さん、いつもありがとうございます。大きく話が変わって申し訳ない。住宅ローンについてご相談させてください。いやー、僕苦手だけどね、このご時世もあり、金利に下げをお願いすべく電話しました。担当者にはさっきのあれを伝えましたが、あっさり塩対応なんだ。現在借りは某メガバンクですということで、他社の借り換えも伝えましたが、当行では金利引き下げはしていませんとのことでした。でもなかなか厳しいね。ちょっと荒くて偉い銀行さん強気ですねと言って腹立ってますね。ぶっちゃけ無駄に利子払えてくれない。いや、なんかいい方法ないかね。なんか僕はもう知らないんで、皆さんの誰か知ってる人いたら、ちょっとアドバイスしていただけたらと思います。なんかね、パーッと見た感じ、なんかリベシティの、なんか不動産系の人たちってこういう情報に強いから、まあ、リベシティに一回ちょっと1ヶ月間お試しで入ってみて、まあ、それでね、相談してみるってのは、なんか今僕の周りで思いつくのとしては、なんかあそこに猛者がたくさんいるから、そこの猛者に聞いてみるってのは一つありなのかなと思いますね。不動産こそね、地味猛量の世界だからね、どんな感じなんでしょうね。いやー、わかんないな。不動産投資手出してないからな。住宅ローンもよくわかってないんですけど、個人的にはもう賃貸にしてるんで、賃貸で、まあ事業でかくして、で、それで、この前ね、両学長が言ってた3割カットの家賃でね、住むってみたいなのをちょっとやっていきたいなと思ってるんで、ちょっと難しいですね、なかなかね。ごめんなさい、なんかすぐ答えできない。マクさん、ライブの時に買ったニューライフのエアポッツ、早いね。結構早いね。評判が悪い上に、箱傷、シュリンク破れなんかしないのって開き直しショップはドキドキしながら段ボールは開封の。これドキドキすんね。問題なかったですね。あ、おめでとうございます。なんか、コメントとか書きました？なんか、シュリンク破りとか嫌だよ、みたいなね。いや、よかったっすね。くんくんさんもね、おめでとうございますと。段ボール開封の時一番ドキドキします。おかしいけどね、本来ね。本来新品で来よって感じだけどね。クレームだー、補償申請だーと身構えてたんですが、表紙抜けと。スロットで外れ続けたうんを使った。ワークさんとイチャンさんスロットの日が弱いイメージがある。弱いよ、俺。めっちゃ弱いっすよ。スロットね、勝てないです。僕は。ゴッドインゴッドなんて絶対無理だね。スニーカーの抽選にも参加しました。95ってくんくん、ワークさんグイグイ来ますね。いいですね。なんか、一応ね、みんなでシェアしててね、こうやって広がっていくと嬉しいですね。スニーカー当たった人教えてくださいね。スニーカー当たった人。くんくんさん、スニーカー取り上げていただいてありがとうございます。いや、むしろね、教えていただいてありがとうございます。モサ自体、中古スマホをメルカリで大量に仕入れ、格安シムを入れ、スニーカーズに参戦していました。当選するとゴッサムっていうのは通信が来るとの気持ちいいんだ。なるほどね。最近全く当選されず、通信費コスト感が引退ってことですね。じゃあめちゃくちゃあれなんだね。競争人数が半端ないってことですね。今はスマホ1台だったらラッキーと思って抽選参加してますっていうことで。僕もね、楽しみとして抽選参加してきますね。いやーすごいね。大量に仕入れてやばいね。ガチ勢ですね。他社のアイスは釣りで初めてモウを食べました。ワークさん。100円でこのクオリティすごくないですか？リピーターに朝をパッシャースポンサーのおもつぼってことだね。ちょっとモウ食ってないんですよ、僕まだ。スーパーカップ食ってました、僕昨日。うまいんすね。ちょっと今度買ってみますね、もうね。雷神とかも、だってパシャなかったら絶対飲まなかったし、いや、思うツボなんですけど、まあ、自分の興味の幅を広げてくれるって意味ではすごいなんか感謝してますけどね。と思って。なんかこんなもん、とか思ってたけど、飲んでみると意外とうまかったりね。僕、雷神とかカロリーめっちゃあると思ったんですよ。なんかモンスターみたいな感じの、なんかエナジードリンクみたいなね。意外とカロリーないとかね、知らなかったですね。成分表とか見て。って勉強になりますね。グリグラさん、先日ワールド1さん購入の iPad6 台を、ルデアさんに買い取ってもらいました。うち1台箱から500円の減額って安いよ。よかったっすね。だからそう、ルデアさんだけ500円なんだよね。良心的っすよね。うち2台シュリンク破れ査定で2台合計。いや、普通の店、買い取り1丁目とかだったらこれ6000円減額だから、やっぱいいと思いますけどね。ワールドさんもルデアさんもお付き合い長くいい業者さんという印象ですが、どうもありがとうございます。いや、いい業者さんだと思いますよ。やっぱこういうね、破れた時の対応はいいですね。情報ありがとうございます。僕もなんか同じ印象を持ってますね。神尾さん、イチャンさんこんばんは。どうも、よろしくお願いします。今回イチャン式で初の買い取りいいですね。皆様送料無料のところと有料のところと買い取ってくれるかどうかの検索どうされてるかをお聞きしたいです。まとめて送った方がいいのかなと、買い取りがやっぱりまあ難しいよね。一応ね、概要欄にこの間、蘇さんが教えてくれた、着払い OK の買い取り屋さんは、一応概要欄に載っけときました。で、個人的なおすすめとしては、ジュビエを何買ったかなんですけど、例えばね、ジュビエってサイトで任天堂スイッチあるじゃないですか。42,000円になってますよと。じゃあこれクリックしてみましょう。そうするとこんな感じで買取価格上位の方から並んで出てくるんですよね。まあその中で、もうあとポチポチ自分の他の商品とか、まとめて送る場合は送料がね、安くなるから、まあ、まとめてやってもいいし、もうすぐ送りたい場合は、まあ、数台だったら、こういう買取価格と、あと送料と、あと、着払いでやった時の買取価格の値段と送料と計算してみて、お得な方を選べばいいと思いますけどね。結構ここはね、地道な作業です。なんで、ご自身の持ってる商品を、まとめて送った場合の値段は、ちょっと自分で計算してみて、で、単品でペシペシ送る場合は、単品で送って700円ぐらい送料取られる場合と、あと、着払いでね、送料なしで、まあ、ちょっと値段下がったりするかもしれないですけど、まあ、それをね、少しずつこう、すり合わせるしかないですね。ここは地道な作業。田中さん、チャンネルさん、こんばんは、どうもこんばんは。が、21時に本日紹介されたランキング表サイトに飛ぶと、売り切れはいいとしてニューライフ上げてるんですね。怖いですね。怖いですね。値上がり額が一番低いニューライフ購入って、やっぱ大事だね。値段はね、みんな動かしてくるからね。今までだって普通のお店で買ったら動かしてくるなんて想像できないもんね。いやー、恐ろしいですね。買い取り屋さんのこの戦いはね、買い取り屋さんじゃないか。それともお店か。リアさん、いつも有益な情報ありがとうございます。いや、こちらこそね、最近セドリ始めたし、じゃあいろいろ今ね、あれやこれ、いろいろ悩んでるとこでしょうね。チャンネルさんのおかげで初めて副業で利益、出たんですね。おめでとうございます。紹介されてる独立ランキングさ、どこの店舗も箱つぶれしリンク破れ、保証会社があるかもしれず交換しませんと表記されてますが、諦めて一か八か運に任せて購入。いや、だからね、あれなんですよ、レビューの数値出したんですよ。レビューじゃないやっぱり。箱つぶれしリンク破れなし、保証未開品と表示されてるんで、値がなんか高いんですか？いや、別にそんなことはないですよ。探していくと、保証未開し、新品みたいなの書いてるとこありますけど、もうちょっとあれだね、ランキングに乗ってきてないってことは割高になってるんだね。また、お買い物マラソンで複数店舗から購入しないといけないので、できれば10位以下。ああ、もうちょっとこれはね、検討させてください。多分、テンションが上がればやれると思うんですよね。テンションが上がればね。おすすめは、まあ、パッとやるんだったら、raku-keiってセドキングさんが出してるサイトがお得な商品を比較できるサイトがあるので、まあ、それを見てくれれば、まあ、ある程度は、まあ、ほぼその内容と僕ダブルチェックしてるんで、いいと思いますけど、まあ、パッと見たかったらそっちで。そっちの方がね、リアルタイムで出るし、いいと思いますよ。まあ、個人的には、20位以下まで見たいんだったら、そっちを見てもいいんじゃないかと思います。なんで僕10位にしてるかっていうと、だいたい10位より下で、一気に利益率下がるんですよ。ストーンって。だから、あんま出してもしょうがないかなと思ってですね。それだったら、なんか他の、なんかリアルタイムランキングとかに載ってるような商品とか出した方が、なんか面白いかなとか思ってるんですよね。まあちょっと検討させてください。ぐっちゃんさんもいつもありがとうございます。こちらこそコメントいつもありがとうございます。月々より iPad いいよね。僕も結構 iPad 買ってますよ。コンスタント、あと値崩れしないのがいいよね。開業届とダウンロード申告書、早っいいですね。確定申告の時に知れた消費は経費として申告すると思うんですが、商品ごとにポイント分を引いたが、そう、今日の朝の話だと、ポイントを引いた後の値段を書いてくださいっていう感じでしたね。楽天ポイントアプリで商品ごとの獲得ポイントが見れるんですが、SPU での獲得分は月ごとの一括でしか見られないようで、商品ごとで見れたらわかりやすい。でもポイントね、ポイントにそんな執着しなくてもいいかもしれない。だポイントはただポイントで税金かかんないから、ポイント引いた後の商品の差額で、税務署の人たち税金取るみたいなんだね。で、確定申告もいらないかもしれないですよ。もう90万ポイントいかなきゃ。まあ、商品の時には必要ですけど、その値引きっていう判断みたいだから、差額がちゃんと計算できてればいいんじゃないかなと思ってますけどね。ちょっとね、税務署にちょっと確認してみてたらいいと思いますよ。なんか悩んでるとことか結構教えてくれますよ。次郎長さん、ドクターこんばんは。どうもこんばんはです。チャンネル登録1500人。ね、こんなに行くと思わなかったですね。もう最近はもう、今いる人たちが満足してくれるようにどうすればいいかっていうのをずっと考えてますね。でも山田電機見て発送遅延とコメントさせていただきましたが、無事キャンセル、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと注意点なんですけど、キャンセルいっぱいするとなんか赤番食らいやすみたいなんで、僕もね、何回かやったことあるけど、なるべくキャンセルしない感じでやってった方がいいみたいですよ。こちらから連絡する前に、店舗からお詫びとキャンセル承諾の連絡ありました。あ、そうなんだ。購入した商品はアクオス1003で自分の計算上利益率 15%。いいですね。ちょっとご自身の計算っていうのがやっぱ大事ですね。利益率計算の表などもとても参考になり、ね、ひな形として使ってください。僕も最後、SPU ほぼ15倍ぐらいなんですけど、やっぱまあ、皆さんの利益にこう、近いものにしようかな。まあ、12% でも 10% ぐらいでもいいかもしれないですけど、まあ、12% までは上げやすいと思うんで、まあ、それ出して。いや、こちらこそね、また何かあったらコメント、ぜひぜひ気をつけて、教えてください。ありがとうございます。今日もね、たくさんのコメントありがとうございました。ちょっと40分超えの、生データが40分超えのなんか膨大なデータになりましたけど、長かったらみんなどんどんスキップしてくださいね。自分のね、いいところだけ吸収してってください。それでは今日も一日頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあねー。